ハッチチャンネル始めていきます。今日はパワープロアプリの方をやっていきたいと思います。アプリの方来ましたね。ついにパワープロの日キャンペーンということで、まあ概要はまあ今更なんですけど軽く見ていきましょう。パワーストーン毎日プレゼント、あとこれはもう終わりましたね。朝昼晩、あと初回プレイ天才と、まあ、この辺はまあすっ飛ばしてて、これですね、ステップアップガチャついに来ましたね。まあ予想はしてたんですけど、でまあ今他のガチャも来てまして、それも後で話しますね。ということで今来てるガチャがですね、これ初回限定サクセスチャレンジ大応援団、これまだ僕引いてなくて、まあ初回は SR 確定なんですけれども、 X デーのために、石を貯めといて、でいつも通りのステップアップガチャだったら30個40個50個の3回目での、まあ、SR かなと思ってたんですけど、まあ、PSR ですね。今回の初ですね、 PSR 確定ガチャで、まあ、こっちの方見ていくとですね、結構復刻キャラが有能なのが多くてですね、まず新キャラ、水着バージョンの葵と水木、あとは復刻で暗黒スバル、アンドロメダ、ランマル、あと大西ですね、と上高、新島、北斗が復刻ということで、これは両キャラ、両ガチャだと思います。で、こっちは、30個で1回目、2回目が40個、3回目が SR 確定の50個ですね。で4回目も SR 確定の50個、5回目がついに PSR 確定の50個ということで、合わせて220個かな、石がないとダメなんですけれども、僕今のところまあ無課金だからもあるんですけど147個、まあ、頑張って貯めました。なのでまあ3回までしか引けないんですけど、まあ、PSR はまた今度ですね、弾けたらいいなって感じでやりたいと思います。でまあこっちのチケットガチャもですね、PR も溜まってるし、 SR ガチャ券3枚、 10%2枚、 30%2枚と、あと選択ガチャ券が1枚、まああるんで、あと SR 今のサクセスチャレンジあれでももう1枚もう手に入るんで、それはまた別の動画で上げたいと思います。そうですね、せっかくなんでこの復刻キャラがいる間にやっといた方がいいと思うんで、ということで行ってみましょう。どうなるかな。まず1回目、トータル3回回すんでそのうち1枚は確定だから、合計3枚 SR が出てくれたらまあ勝ちかなと思いますね。では行きましょう。じゃじゃん、虹なし、ググってググって、メラ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 、なしかー、負けたー初回。まあ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 仕方ないよね。これ PR もあースバル出た、あと咲いたね、ひまわり。はい、これまだあるか、この前 SR 出たから。はい、ちーちゃん、解放できるのはスバルだけですね、持ってんのは。では2回目いきましょう。頼むよ頼むよ、ここで1枚、ここで1枚、虹なし、ググりもしない、金玉からのキラン、メラメラなし、これ負けたんじゃないか。はい、負けた、2回目も負けた。おっと、ダンジョン、バット、うわー負けた。能見さん嬉しいですね、能見は勝ちだな。と滝本も解放できる、お水着バージョンの R か葵ですね。はい、お余剰、これはあるかな、 PR か、おーいいね。まあ持ってないんです R は、まあ今度って感じかな。はい、ということでいきましょうか。3回目確定、
1枚だけだったら寂しいな。いきましょう。そうですね、僕の中で欲しいのは新島ですね。新島か、神高、あとは暗黒スバルが欲しいなと思いますね。普通のスバルは持ってるんで。おっと、はい、では行きましょう。頼むぜ頼むぜ、3枚来い、また3枚来い。虹なし、まあ赤玉確定、キラーン、メラメラ、これは期待できるんじゃないか。でん、1枚、新キャラ、おー、ミオちゃんですか。まあ欲しかったんでいいでしょう。うん、欲しかったからいいんだけど、1枚か、ちょっとおまけガチャしとこうかな。あと上限解放もせっかくなんでやりましょうか。はい、ということで今回 SR1 枚、まあ負けたな。石今27個しかないんで、そうですね、あと1週間、このガチャ期間あるんで、まあ、その時までに石が溜まったらもう1回いければいいですね。ということで、まあ、1枚しか出なかったから、せっかくだからこの 10% と 30% 合わせて4枚回しましょう。それでもう1枚出たら、まあよしとしよう。今回まずは、お、これはボックス整理してこなきゃダメそうだな。ちょっと動画つなげますね。はい、戻ってきました。ということで 10% と 30% 2枚ずついきましょう。この前 10% で1枚出たんでね、 SR、まあ、今回、まあ、10%、10%、30%、30% だから、まあ合わせて 80% か、まあ、1枚出たら勝ちかなって感じですよね、本当に。では行きましょう。はい、来い来い来い、なしだな。まあそんな甘くはないね。まあ PR 有能だったらいいよ。やべたね、今プライオンなんですよね。後でやりましょうか。はい、おっと、こっちじゃなかった。はい、10%、もう1回ググりもしないか。今回負けだな、この動画。はい、お、さっき出ましたね。よしよしよし、オッケーオッケー。で 30%、 これで2枚来い、2枚来て、ググってから、ググってからのメラメラなし、負けー、やべえな。はい、またか、パッと、わー、負け、今回も負けか。これはいきましょう、最後ググってから最後に持ってこい持ってこい、来た来た、ググってメラメラ SR 確定、じゃん。中之島かー、持ってるよ。ということで、そうですね、中之島はミキサーガチャ行きかな。ということで上限解放いくつかやっていきたいと思います。まずはやべた、さっき出たんで、せっかくだったらプラゴにしましょう。合成効果順、はい、さあどうかな。正直しなくてもいいキャラですね、使ってないんで。せっかくだったらっていう話っていうとできない。まあ、そうですね。あとは脳みが出たね。脳みはね、どうしようかな。大丈夫博士、あれがあるんで PR の、なので、そうだな、あと何出たっけ PR。 あー、ミオちゃんやりましょう。ミオちゃんはどこだ、見つけるのが遅い。どこだ、入手順にした方がいいかな。待ってね、今頑張って探してるから。レベル、あ、違う、ここにはいないわ。イベキャラ、
受け取らないといけない感じじゃないかな。あーですね、はい、と滝本も受け取っとこうぐらいか。あ、サイガモの PR もありますね。じゃあまずはミオちゃん、いた。普段はおっとりとした弱い女子を装うが、実は野球拳という拳法の使い手と。いやー、欲しかった、ずっと欲しかったよ。はい、ということでいきましょう。あ、たくさんあったわ。これでプラ1になればいいか。こんだけ一気に突っ込んで大丈夫？とりあえず2枚突っ込むか。これでいきましょう。2枚突っ込んで 1解放したら、プラ5を考える。はい、しなーい。ということで、じゃあ残り2枚もぶっ込みましょう。プラ1になれ、プラ1になれ。本当に 30% かよって感じですね。本当に 30% かよって、そんなレベルですねこれは。ヤベタのと合わせて5連続失敗。5連続失敗か。あとは、あとさっき何があったっけ。だってね、あ、能見さん、能見さんはちょっと解放ガチでしたいから。あ、滝本ですね。滝本とサイガ。滝本はこの辺だった気がするんだが、いた。解放するかな。しない、6連続しない、6連続失敗か。ちょっと待って、そしたら博士を連れて、能見さんにぶっ込みましょう。能見さんをプラゴにして、まあまあ、あとスバルもあったかな。能見さん、これ探すのがいつも遅いというか、めんどくさいというか。能見さんいた。はい、これでプラ5ができる。これ4だった、1枚なくできてない。はい、これでプラ1は確定だから、2解放してくれたらラッキーかな。プラ3になったら本当この動画は撮れてよかったって思えてほしい。ということでいきましょう。はい、1 2、もう1、まあない。はい、プラ2、よかったよかった。とあとはスバルか。スバルも解放 OK、 スバル解放。あとサイガって言ったっけ。サイガはこれでさっき SR 出たの中之島か。中之島1個、これ移動して、頑固から最後
らいかな。はい、最後、サイガさんでいきましょう。サイガ今プラ2だったから、これ1解放してくれたらいいね。はい、まあしない、まあしない。はい、ということで今回のガチャ動画はここまでとしましょう。まあ今度、この期間中にですね、この SR ガチャ券もう1枚増える、もう2枚増えるか、月が変わるんで、なんで5枚の SR ガチャ券、あと PR ガチャ券も、まあ、ついでの R ガチャ券も回していきたいと思います。はい、以上です。ご視聴お疲れ様でした。動画説明文にチャンネル登録ボタンの URL が貼ってありますので、そちらからチャンネル登録をお願いいたします。同じく Twitter の URL も貼ってあります。動画の最新情報などはこちらをチェックしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。